はーい、どうも、ミスター・デフです。長い間開けちゃったけど、今日も、World of Warships、World of Warships をやっていきたいと思います。なんだっけ？これは、ティア9のデメトレ・ドンスコイですかね。多分そんな発音ですかね。私はこの船、そんなに好きではありませんね。非発見性が圧倒的に悪いですかね。なんせ私、機動性を上げるために舵両方くっつけてますので、非発見性率が 13.7 キロと、まあ、戦艦並みにひどいですね。しかも、レーダーが 11.7 キロしか行けませんからね。2キロ発見されたまま突進していかないと、何に発見されてるかもわかりませんね。なので、こうして、後ろの方からバンバン榴弾を撃つしかありませんね、この船は。多分ちょうど狙ってるあたりにいる。あ、スモーク焚きましたね。こう、なんでかな。非発見性と、キャップを利用して、だいたい敵がどこにいるのか、見当をつけられるんですけど、この船、装甲が圧倒的に紙ですので、戦艦が、あまり発見されてない状態で突進するのはかなり厳しいですね。前に出すぎると今度は抜かれる。装甲が。だけど後ろに居すぎるとレーダーが使い物にならない。で、基本どうなるかっていうと、やはり後ろでレーダーを使い物にならない、なくして、榴弾を超長距離からバンバン撃つしかありませんね。そらまた発見された。見えもしないのに。多分スモークから抜け出したんでしょうね。次のキャップ行こうと。突撃して、まあ。C に向かってる途中でもレーダーできればいいかなーっていう感じで使いましたけど、全くいませんね。そりゃそうだよ。この船なんせ 13.7 キロから発見されるので、逃げる暇なんてもう圧倒的にありますよ。で、失敗したので、帰ります。君たち、この船撃ってるようですけど、15キロ以内だと、多分、当たらないよ。それは当たったけど、痛くない。お、榴弾に変えましたね。榴弾に変えても命中率は上がんないですよ。2。そして2人ともレンジ外。私め、これ、装填速度を上昇させるモッドをつけてますけど、射程距離を伸ばすモッドでも十分使えますね。まあ、プレイヤーの気分っていうか、プレイヤーの好み次第ですかね、ここは。ただ、やはりこの船、装填速度は、そこまでよろしくない？ので、装填速度を上げる方が私めとしては好ましいですかね。まあ、超長距離から蹴散らせれば、味方もそのギャップに生じたところを埋めていく感じで突進できますからね。それはそれで使い物になるんですけど、
まあ、敵さんがそれを無視して、突撃してきた場合は、どうにもなりません。もう、火災発生、榴弾のダメージで、削っていくしかありませんね。で、この船そこまで、それには、なんていうか、向いてない。いや、向いてるんだけど、他の船と比べると、って感じですかね。なので、私もこの船、そこまで好きじゃありませんね。はい、ユグモ発見。撃ちたいけど、岩陰に隠れて見えない。しゃあないので、あっちのシャーンホーストを撃ってきましょうね。え？ダジャレ？違う違う。何を言ってるのだね、君は。はい、火災発生。初めて火災発生。この32発で火災に、42発で火災にか。スペックより劣ってますね。運がない証拠ですかね。はい、敵シームズ発見。こっからじゃ若干見えないけど、スモークがちょっと見えた感じですかね。で、いつの間にか味方の戦艦が3周も沈められてますね。敵さんまだ4周残ってますね。倍以上の戦力差になっちゃいましたね。今はまだ目に見えてないだけで。これは厳しい状況です。早いところ、敵戦艦を1周か2周くらい沈めないとね、厳しいでしょうか。で、あのシャルンホースト、うざったいところにいますね、本当に。ああいうプレイは非常にうざったいですね。継承。敵さんとしてはうざったいけど、味方としては頼もしい限りですかね。で、はい。我々、このチームは、真ん中に集中してますね。これはもう囲まれる危険性大です。はい、駆逐艦発見。だけど、リロード時間が長いので。お、味方がやっつけてくれた。ロッキー。戦艦を削るしかない。しかも、敵戦艦。まだ HP かなり残ってますね。これはまさにかなり厳しい状況です。もっと早く HP 削れればいいんですけどね。この船はまあ、そういった点では、微妙なところですかね。得て不向きってありますからね。この船はそういうことに関しては不向きです。向いてるのは超長距離からの射撃。それのみ。ね。おっと、あっち撃ってきましたね。痛い。岩陰に隠れる。若干遠いですかね。
謎打ちでしたね。はい、君、来いよ来いよ。ポン。ああ、半分無駄になりましたね。だが関係ない。鉄鋼弾、装填。デモンステーション。しかも味方がスモーク耐えてくれた。ありがたい。はい、撃沈。味方がスモーク使ってくれたら、感謝しましょうね。でも見えない。スモークで隠れちゃってる。見えない。ああ、味方のビズマルクちょっと突出しすぎですかね。いや、撃ちたいのはわかるんだけどさ、ちょっと遠いんだよ。はい、ミズーリのレーダーですかね、これは。かなり近いところまで来てましたので。痛い。痛いです。やめてください。この船ボロいんです。死ぬんです。はい、一個撃破。ああ、近いですね。やめてください。そんなに近づかないでください。わお、すごい近い。でもなんとかなった。なんとかなってるって言うのかね、これは。バイタルパーツに食らってないだけマシかね。はい、また撃ってきた。敵の弾道をよく見てかわす。できるだけかわす。全部はかわせない。この距離だと若干無理。よく見る。また来た。集中砲火だ。やめてほしい。痛い。マジ痛い。この船走行ないんだから。やめてもらいたい。痛い痛い。また撃ってきた。とりあえずあいつをなんとか。あー、やった。でも、痛い。あー、危ない。味方さん、助けてくだちゃい。痛い。いやん。マジ痛い。うん。なぜ私くめが盾にならなければならないのか。わけがわかりませんね。はい、ダメコン。あれ？違うか。レーダーか。レーダーを使ってユーゴモが近くにいないかを警戒ですね。どうやらそんなに近くにはいないので。まあ、魚雷はそこまで気にしなくていいでしょうかね。で、あとの問題はバルチモアですね。203mm の鉄鋼弾とか腹渡ぶ、撃たれたら死にますね。紙倉庫なので。ちょ、勝ってはいるんですけどね。厳しいです。はあ、さらに減ってく。バルチモア発見。やめてほしい。わお、なんとかなった。榴弾装填。ひ、まだなんとかなる。
遊具も発見。どうにもならない。おっと、敵さん、腹当ても生きてくれてますね。マジやめてほしい。もう撃たないでくれ。HP ねえんだよ、こっち。わお、なんとかなった。あいつどこ向けて撃ってるんだろうか。ダミコン、発動。ははは、どうだ、参ったか。やめろ。やめろ。撃つんじゃねえ。はい、減速して敵のエイムを反らす。はい、反られた。燃えるともう HP がないので使っていくしかない。また燃えたら終わりですね。おお、なんとかなりました。あー、厳しい。おい、じゃあ、リザルト画面行ってきましょうかね。13万ダメージと35万クレジットですね。もう敵の猛攻が激しい。猛攻が激しいっておかしくない。ああ、まあ頑張った方でしょうかね、これは。型が、マイナス1。おう、おう。何、一体何を倒したのでしょうかね。動画を見返して確認してくるしかありませんね。受けたダメージの2倍は跳ね返してる感じですかね。んで、最終的にはこんな感じですかね。ま、こんなもんでしょう、この船だと。じゃあ、ご視聴いただきありがとうございました。次もまたよろしくね。バイバイ。